私はヴィエットと申します。本日皆様の前でこのような私が大好きな笛を吹く機会をいただけたことをとても光栄に思います。まずサオという横笛を紹介させていただきます。サオは竹の一種の布から作られます。日本の笛を作る竹より布の方が節が多くて節と節の間隔が長いです。毎年10月に取ります。笛を作るために2年間乾燥させて10本の布から一番良いものを1本選び、それでこのような笛を作られます。サオはベトナムで大変人気があります。低い笛から高い笛までいっぱいあって、世界のどんな曲にも合います。一番曲目は低い笛で AKB48 の365日の紙飛行機という曲を吹かせていただきます。皆様お聴きください。